こちらをご覧ください。ライフル銃の原理がわかる模型を作ってみました。紙の弾を筒の中に詰めます。筒に空気を送り込んで弾を飛ばす仕組みです。では撃ってみましょう。いきます。弾がまっすぐ飛びましたよね。筒の中はライフリングといって螺旋状になっていて、弾が筒の中を通過する際に回転し、ジャイロ効果によって姿勢が安定するためまっすぐ飛ぶんです。こんなおもちゃを作ってみました。ちょっと前まで大流行したハンドスピナーを棒にくっつけたダーツの矢です。ハンドスピナーを回転させて投げます。いきます。回転させることで矢がまっすぐ飛びます。これもジャイロ効果によるものなんです。こちらはペットボトルを切って作った投げて遊ぶおもちゃです。輪切りにしたペットボトルにテープの重りが取り付けてあります。こんな風に持って回転を少しかけて投げます。では発射器を使って回転させる場合と回転させない場合を比較してみましょう。いきます。いきます。回転をかけることでまっすぐ飛びます。回転させることで姿勢が安定するジャイロ効果を利用したおもちゃなんです。明日のあなたがエネルギーで幸せになりますように。合言葉はハピエネ。